皆様お疲れ様です。今私は、床に入りながら、この音声を取っております。今日疲れましたね。まだ今もですね、新しい職場の、研修中でございます。で、今日はですね、業務で使うツールに関連したアカウントを一ついただきまして、それに関わるツールの設定なんかを行ってました。で、ちょっとですね、少しでもミスをしてしまって、そのツールのアカウント作成についてですね、うまくいかなかった場合、クライアント様に、何か作業を依頼しなくてはならないなどの可能性があったことから、かなりですね、プレッシャーもかけられて、行って行って不安のところは必ず確認、トレーナーさんに確認を取って作業を進めるように、かなり強くプレッシャーをかけられました。いや、もちろんそれは、そうあってしかるべきだとは思います。そんなこともあってですね、ちょっと私だけではないと思うんですけど、結構、疲れたっていう要因が一つで、もう一つがですね、同じく、スライドとか、ビデオを交えたですね、コンプライアンス、とかポリシーに関する、いわゆる、ビデオスライド教材といえばいいですかね。そういうものを受講しました。ちょっとね、クライアント様が、某外資系の企業ということもありまして、一部で、英語の音声しかなかったり、それをですね、日本語で追わなくちゃいけなかった、文字の方は日本語で追わなくちゃいけなかったりとか、そういったのがですね、意外と、なんていうのかな、正直言うとですね、法律の条文並べられてるみたいで、なかなか頭に入ってこないんですね。私、多少は、英語わかるので、逆に英語でも意味入ってくるし、日本語の字幕でも意味入ってきちゃって、ちょっと、それがかえってやりにくいのかやりやすいのか、ちょっとよくわからないんですけど。仮に、耳が入ってきたとてですね、コンプライアンスとか、ポリシーに関してなんで、日本語で意味を取ったとて、法律の条文を見てるような気がして、全然頭に入らないけど、それを、のプロセスをスキップするわけにもいかなくて。なんていうのかな、意味があってね、覚えなくちゃいけないこととかだと、自分で、なんていうのかな、論理だ、理論、理論立てて、覚えようとかっていうこともできるんですけども、ちょっと、このコンプライアンス研修に関しては、かなり結構、クライアント様からこれをやってください、ポンって投げられてるようなところもあって、どうなんですかね、正直我々の実態に合っていないとか、あまりリアリティがないので、ちょっとね、皆さん、僕も含めて皆さん、ちょっと大変だった、疲労度が高かったんじゃないかなとは思います。で、これを喋ってどうしたいかっていうと、
結構今日疲れましたよねっていう話と、なんだろうな、やっぱりこう忙しかったりとか、疲労度が高いとちょっと、私の病気ですね、うつ病発症当初に近いと言えば言い過ぎなんですけれども、まあ、ある程度近しい症状というほどのものではないんだけど、その予兆みたいなものがちょっと出るので、注意しなくちゃいけないなっていう、まあ、自戒を込めてっていうところの記録取りになりますね。まあ、これ、そうね、なんかこう皆様に公開したところで何がどうなるわけでもないんですけど、まあ、私としてはね、物として保存して、また折りや機会ある際に見ることによって、自分に、まあ、いろんなフィードバックがあるので、撮ったものはアップロードさせてもらってるんですよね。で、どういう症状があったかっていうと、まあ、なんだろうね、やっぱりこう、まあ、単純な疲れですよね。で、病気のね、発症で、本当に症状がひどい時は、本当に人混みがダメだったんですけど、今日特に、帰りのスーパーですね、いつも混んでて、すごい嫌なんですよね、道も狭いですし、人も多いし。で、なんていうのかな、やっぱり印象として僕らがね、子供の時よりやっぱり60歳以上の高齢者ですよね。今60ちょうどぐらいの人なんて、あんまり高齢って感じがしないですけどね。まあ、私の両親なんかも60ちょいとかで、ね、そういう世代なので、あんまり年寄りっていう感じもしないですし、まあ、幸い私の両親とか、おじ、おばなんかも、元気なんでね、あんまりおじいちゃん、おばあちゃんっていう感じもしてないんですけど、まあ、なんていうのかな、やっぱり、スーパーに行くとですね、そこの地域に住んでる老若男女が集うわけなので、ああ、やっぱり今日、平均年齢って結構高いんだなっていう気がしちゃいますよね。日本人のね、平均年齢って、確か40、ちょっと正確なの覚えてないですけど、48とか49とかそれぐらいだったと思うんですよね。なので、まあ、50未満だったら、あなたは若者だって言えるわけですよね。って考えるとね、僕もだいぶ年食ったななんて思ったりもするけども、まだまだ若者ですよね。まあ、とにかくこう、そう、年配の方がね、本当に周りが見えてないというか、結構やっぱり、本当にこう、スーパーの通路って狭くて、なかなかこう、お互いね、気を使って道を譲り合いながらじゃないと、なんか結構すれ違うときぶつかりそうになったりとかするんですけども、皆さん、やっぱり自分の買うものに夢中で、周りが見えていらっしゃらなかったりとかして、なかなかね、こう、道を抜けられなかったり、うまくすれ違えなそうな感じがして、気がする時があるわけですよね。僕はなんか変な僕のこだわりとして、道は絶対譲るっていう変なルールがありまして。私自身も、なんていうのかな。まあ、ゆっくり落ち着いて歩けば問題ないんですよね、きっとね。だけど、私は私でこう自分のペースで、こう、商品を買い物かごに入れていきたいっていうのと、それから誰にもぶつからないように、
歩くっていうところ、それから、こう進路がかぶりそうだったときは、相手に必ず譲るっていう僕のルールがですね、なかなかこう両立しなかったりなどしてですね、結構、なんていうのかな、まあ、結構いろいろ周りに目を配りながら、瞬時に判断していくっていうのは、なかなか、辛くてっていうかな、なかなか大変で、そう、なんかちょっとこう人混み怖いなって、思う一歩手前ぐらい、まあ自覚したってことは怖かったんだろうね。まあ、とはいえ、なんかこう、ちょっと怖いなと思って、そのスーパーを離れた、実際に買い物カゴどっかに置きっぱなしにして、一回避難するとかっていうことをしたわけではなく、最後までお買い物を済ませて、ちゃんと普通に帰ったので、問題全然なかったっちゃなかったんですけど、ちょっとその当時に近い、こう、人混みの怖さですね、を感じたので、疲労するとやっぱりちょっと、こう、症状が戻ってき、の気配が、戻ってきそうな気配がね、するっていうことですよね。まあ、これをね、記録したからどうってこともないんですけど、まあ、少なくとも私はそれを自覚しているし、まあ、これからできるってことは、やっぱり日々、できるだけ疲労を残さず過ごすっていうことと、そうですね。まあ、他人を変えることはできないんですからね。私自身が、自分のペースで買い物したいとかって、いや、焦るわけではなくて、まあ、急がなくてもいいから、人様にぶつからないように、まあ、心穏やかに買い物をするっていうところを心がければ、そんな怖いっていう気持ちにならないんじゃないかなとは思いますね。また私もね、いずれ老いていって、周りが見えなくて若い人に迷惑をかけるんでしょうから、まあそこはね、寛大にいきたいなとは思いつつ、心の中で結構ひどい言葉を出してたりするんですよね。いや、じじい遅いな、ばあばあ遅いなとかって言ってるんですよね、心の中でね。本当に良くないなとは思いつつ、まあそういうふうに動くよ、心の癖がね、ついてしまってるので、ね、なかなかっていうところですけど、まあ、結論1個しかないんですけどね。まあ、今後もお買い物するときは、まあちょっと心穏やかにお買い物できるように心がけるところと、まあ、仕事してね、疲れるのはしょうがないので、できるだけ、疲労を翌日に残さないように、どう大金を過ごすのかっていうところを、大事にしたいなと思います。すいません、つまんない話で。皆さん、おやすみなさい。